視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日は読書企画、趣味は読書と言いたい、久しぶりにお届けしたいと思います。この企画はパクユーが作詞家としてのスキルアップを図るべく、毎週一冊の本を読んでその本についてお話しするという企画なんですけれども、今日ご紹介する本は、作詞家としてのスキルアップというよりも音楽家としての教養として皆さんに超絶おすすめしたい一冊でございます。今日ご紹介するのはこちらです。じゃん。誰が音楽をタダにした？巨大産業をぶっ潰した男たち、スティーブン・ウィット。こちらの本はこのパクユーチャンネルの視聴者の方からコメントでおすすめしていただいた本なんですけれども、どういった本かと言いますと、 CD からダウンロード販売、そして定額制ストリーミング配信へと、音楽の聴き方はこの20年で大きく変わった。 MP3 という革新的な音声圧縮技術の発明、海賊版音源をインターネット上に流すリーク集団の暗躍、レコード会社側の広告収入モデルへのシフトなどなど、音楽産業を殺した真犯人は一体どこにいる、現在進行形の事象に綿密な取材とスリリングな筆致で迫り、絶賛を浴びたビジネスノンフィクションということで、日本でも CD が売れないとか、最近だと Apple Music だったり Spotify だったりっていうストリーミングサービスっていうのが徐々に浸透してきて、音楽ビジネスの仕組みっていうのが徐々に変わりつつありますよっていうような話はいろんなところでされてると思うんですけれども、この20年で起きたその変化についていろんな人に取材をして、このスティーブン・ウィットさんという方がまとめた本です。この本、とにかく、音楽家、特にソングライターには、超絶おすすめしたい。これ読んどくだけで、自分の音楽作品の、展開の仕方みたいなところっていうのかなり変わってくると思います。なんですけれども、ものすごく読むの大変です。専門的な用語すごく出てきますし、音楽家の中にも音楽を作るっていうことに関しての才能は持っていて、それは好きで、それは得意で、だけれども音楽を売る仕組みについてだとか、音楽の音声のファイルの、構造だったりとか、その歴史だったりみたいなものに、疎い人、興味のない人ってもたくさんいると思うんですね。でそういう人にとってはものすごく読むの大変だと思います。読むの辛いと思います。というのも、まず、最初に展開されるお話っていうのが MP2 と MP3 の規格戦争っていうところなんですね。これが一つ面白いところなんですけれども、この音楽ビジネスの変遷っていうのを、語るときに、よくあるのが、iTunes ストアでスティーブ・ジョブズが、ぶっ壊して、そっからどうなったみたいな、ダウンロードからストリーミングになって、で、ライブビジネスがどんどんこう盛り上がってきてみたいな、そういう話っていうのは、本当にいろんなとこで、語られている。そんな中に稀にもう少し掘り下げた、ナップスターっていう、ファイル共有っていうところまで遡って、そこからスタートさせるみたいな、ものもあるんですけれども、この本はですね、そのさらに前、MP3 という、圧縮技術がこの、20年間の音楽ビジネスの変遷の、源流にあるんだと。それが、ものすごく面白い、興味深いところでもあり、ものすごくハードルを上げてる部分でもあるんですね。この本読んでみて、強く感じたのが、アメリカの音楽シーンと日本の音楽シーン、これほどまでに、乖離していたのかっていうところですね。この本はアメリカだったり、ヨーロッパの話もちょっとするんですけれども、僕らが見るところの海外の音楽シーンの話をずっとこう扱っているんですけれども、今日本ではようやく、CD ショップ減ってきたよね、 CD 売れないよね、どうする、ストリーミングってのがあるんだってみたいな話をしてますけれども、そんな話はもうアメリカではもうとっくのとうに終わっていて、
で、なんでそういう話がもう済んでるかっていうと、こういった経緯があってみたいなことが全部書かれてて、あ、こんなに、日本っていうのは、遅れているというか、違う世界で音楽を作って音楽を売っていたんだっていうことに、僕はこの本で初めて気づいた、気づかされたと、これはねちょっとびっくりですね。衝撃的でした。もう細かい話しだしたらキリがないので、音楽家の皆さん、ソングライターの皆さんはこれまず買って読んでください。これですね、実は、文庫版が3月に出たばかりで、定価940円と大変お求めやすくなっております。でもって、この文庫版には映画音楽ジャーナリストの、宇野さんっていう方の解説っていうのもお尻についてて、この解説も、この本の中身をものすごく的確に表した解説になってますので、それも合わせて読むとすごく面白いと思います。この本、あのノンフィクションっていうことで、まあ、取材に基づいた、事実がこうずっと書かれてるものなんですけれども、その書き方、書かれ方っていうのがものすごく、ドラマチックで、なんと、映画化っていうのも決まっているそうです。実際に映画になるのがいつなのか、日本で公開されるのがいつになるのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、先駆けてこれあのチェックしておくと、時代のね一歩先を行けると思います。まあ本を読むほどではないけれども、音楽好きだし、日本の音楽シーン、まあこれからどうなっていくのか気になるとこだよねみたいな風に思ってる人は、これからもパクユーチャンネルで僕の話を聞いてください。この本の内容っていうのは僕にもう丸々一冊入りました。僕はこの、スティーブン・ウィットさんの、DNA っていうのを受け継いでいろんなことを、お話ししていくことになると思います。それほど、素晴らしい内容でした。衝撃的な内容を書かれてました。僕の音楽に対する考え方、音楽シーンに対する考え方、捉え方っていうのもまた違うレベルにいったかなという感じがします。この本ですね、単行本は2016年の9月に刊行されておりまして、その単行本が出たタイミングでもちょっと話題になってたらしいんですね。日本の著名な音楽家、ミュージシャンの方が、この本を、ピックアップして、めちゃめちゃ面白い本だからっていう風におすすめしてたりとか、この本を、テーマに対談を行っていたりとか、そういったことあったらしいんですけれども、当時、僕の耳にはそういった情報っていうのは全く入ってきませんでして、約1年半、この本との出会いが遅れてしまいました。1年半遅れで出会えたっていうのは、僕がパクユーチャンネルっていう、 こう YouTube チャンネルを開設して、そこで音楽に関するいろんなお話をして、視聴者の方とコミュニケーションをとっていた、からであり、この動画で、一人でも多くの人に、この本知ってもらえれば嬉しいなというふうに、思っております。ぜひぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。